ができます。はい、始まった。はい。サンルーフもこちらでですね、操作が可能なんですね。まるっきり iPad がついてるもんね。そうです、はい。うん、連動して動きます。これ、エンジンかかってないっていうか、電気自動車なんだけど、はい、バッテリーの負担は全然ない。オルタネーターいつも発電してるの。この、だこれ動いてないことに関しましては、この電源とか全然もうバッテリーにほとんど影響しないですね。あ、そうなんだ。はい。やっぱ走り方が一番バッテリーには影響してきます。あとエアコンの位置ですね。そうそう。このシートの、はい、あ、動く。これも全然、そんなに負荷はかかってない。もう気にする必要はないですね。モーター使ってるじゃないですか。そうですね。もう、ただ、全然ゼロじゃないですけども、全く気にする必要ないことです、それは。本当に。はい。すごいね。あ、あれを見せてくださいよ。なんか、これぞ目玉というものを。目玉。うん、あ、テスラでしたら、もう、まずはもう 3G 回線で、すでにこの車ネット繋がってますので、すごいよね。まあ、この画面でインターネットをご覧いただけます。うん、レクサス抜いたね。ありがとうございます。はい、うん。じゃあ僕はレクサスの6速オートも設計してる人間だから。ああ、そうそう。で、エンジニア、インタープレター、トランスレーター。はい、通訳だからポロとサルと友達になったの。あ、でトヨタの仕事やってて、トヨタの帽子かぶってて、トヨタの制服着てたから、はい、TMC の帽子交換してテスラだから、今テスラの帽子持ってる。そうだ、一緒にタバコ吸ったりして遊んでるからさ、うん、ここで。あとはマップも Google マップですね。 Google マップをカーナビに使ってる。そうですね、はい、うん、カーナビに正確だもんね、これね、はい、Google マップはもう本当変なカーナビでたまにヘッセクの時ありますし、立ち上がり早いね。はい、あとはかつ多分他のメーカーさんだったらナビの更新だけでもサービスセンター行ってこうディスクを変える必要ございますけども、まあ Google マップはその必要は全くないありません。要するにサーバー依存だから全くないですね。はい、うん、で皆さんが気にされて充電っていうのも地図上に充電器の場所表示されます。ああ、はい、気にした。ちょっと高張原、です、うん、ハイエース、ごめんなさい、住所がちょっと夏も名東区、名古屋市名東区。ちょっとですね、手書きで入れないといけないんですよ、日本語は。ああ、そういうことか。はい。名東区ですか。名東だったら、もしかしたら。あ、クエリティキーだね。名東区。ちょっと難しいかもしれないですね。どんな字かな。名東区は名古屋東。名古屋東です、ね。名東、はい。名東区ですね。名古屋東。あ、すごいね。助手席の人にやってもらえばいいんだよね。そうなんです、運転中はそんなのできないから、はい、すごいな。ついにバックトゥーザフューチャーの人が来たな。これがガルウィングだったらね。そうですね、はい、うん、バックトゥーザフューチャー、これだけ欲しいね。そう、車もつけてくださいよ。いや買うけど、はい、だってたかだか800万、いくら、800何十万、871万からの車ですね。はい、買うけどさ、うん、買うけど、赤を買うけど、それと前のオープンカーも、ああちょっと中古でしか今もないですけども、しかない、あれはもう限定生産だったので。ああ、そうかはい。いや、実は我が社売ったんですよ、1台。ああ、それでございますか。うん、オープンカーを。ああ、ありがとうございます。うん、やっぱりバイカも800何十万になってた。あ、そうです。うん。1年落ちだったか2年落ちだったか。1台で食ったことある。テスラ社の。ありがとうございます。うん、はい。あ、だからお詳しいんですね。そう、私、好物の免許持ってるからね。あとは、面白いのが、音楽もですね、チューインというアプリが入っておりますので、もちろん iPhone とか何かメディアプレイヤー、Bluetooth で聞くこともできますけど、もう、この中で、選べる。もう、世界中、あらゆるジャンルの。単語とかは。単語ですね。単語ですね。は全然知識ないですけども。で、単語ね、うちの歌手おばさんがね、はい、アルゼンチン政府が認めた。あ、そうじゃ。唯一の。じゃあアルゼンチンの、このまあアルゼンチンのネットラジオ。アルゼンチンのスールーっていう南風っていう曲とかね。あ、バンドネオン。単語パラエルムンド。アルフレッド。あ、いいんじゃない。音もなんかこういう形で、あ、ところすごい、なんていうの、人間工学的に言うと指きたす、ごめんなさい詳しく、ね、指きたす、はい、調べて勉強するでしょ、指きたすってやつ、はい、前はほらフェーダーならフェーダー、トーンならトーンって、はい、バランスってここで、まあ、こういうのもありますね、はい、これね、はい、イコライザーね、こういう風にこういう風にもう
iPad って慣れてるから使い方は分かるんだけど、はい、1個ずつやらなくていいんで、これ3本指でこうできちゃう、はい、うん、できるだろうと思ってやったの。さすがだなと思った、うん、あと、あの、美味しいところ、美味しいところ、美味しいところこれだ。うん、ちょっとこの表には出てこないんですけども、うん、この車の一番の魅力はですね、うん、まあ、これバージョン 6.1 と書いてありますけども、はいはいはい、お持ちの iPhone のこと同じように、うん、アップデートをするんですね。なかなか車で OS って聞かないと思いますけど、テスラ OS があります。うん、レクサストロイからね、そういうところ、はい、うん、もうこの車ですね、例えば完全自動走行に必要なセンサーなりレーダーというのがついているんですね。で、技術的にはまあ完全自動走行でも可能なんですが、まあ、もちろん法律的な問題もありますので、まあ、時間かかりますけども、将来の完全自動走行を見せても、うん、ハードはついてますので、 OS のアップデートでどんどん進化していける車なんですね、うん、面白いね、はい、なので例えば他のメーカーだったらベースかなんかやってたな、はい、BM だったかな、はい、本当に手放しで YouTube に上がってたけど、上がってましたね、はい、うん、上がってたでしょ、はい、うん、BM かなんかが、それができる、そうなん、これができるようになるですね、なる、はい、バージョンアップによってできるようになると、はい、他のメーカーさんだったら新しい機能ついたか、アダプティブクルーズコントロールついたか、乗り換えよう、うんうん、その必要がない車になります、うんうん、はい、素晴らしいね、はい、まあ、そこはちょっと見えないところですけども、進化していける、ソフトに関してはもう常に新しい車と同じものを詰める、その名前になっておっしゃるんですか。あ、末広と申します。あたりこれで召し上げました、はいはい、今テスラモーターズの末広さんの実況中継でございます。ダブルバーンポイント9一徳放送局です。テスラモーターズの試乗車にただいま乗っております。まもなく、YouTube および Facebook にアップロードしますので、皆さん交互期待。実はこの名古屋ヒルトンの方に試乗車がやってきました。白とシルバーの車がやってきました。待てな感じで、ありがとうございます。すごいね、はい、電話はこれは Bluetooth でつないでハンズフリーで、あー、はい、でクリスタルの接続っていう感じでやるの、はい、デバイスをスイカつないでいただければ、はい、ジェームスの iPhone って、ジェームス7ですよこれ。これあのうちのちょっと従業員もあるんですけども、はい、ああいうことね、サンプルで見せれるようにして。でこれアルゼンチンの曲を他の曲に変えようと思ったら、まあ、ここでもいけますし、いや、あのね、例えばロックンロールとかそういうロックンですね。じゃブラウズなして、ここでまたジャンルを選んでもらって、ロックメタル、レゲエ、あ、レゲエがいいな、はい、ボブマーリー、そう、その歌手では探せないんですけど、その番組でレディオ、あ、なんかありますね、あるね、ボブマーリーチャンネル、フランスだ、僕の大好きなボブマーリー。29分までは YouTube 上げれるけど、これいいでしょ、宣伝だから別に上げちゃっても勝手に、あの、これは大丈夫です、ちょっと運転中はダメなんですけども、あ、それそうだ、停止は大丈夫です、はい、大丈夫、停止状態だから YouTube および Facebook に上げてもいいそうです、はい、だから僕は一徳加藤アーサーのページを見てください、あげます、あ、うちのテスラモーター、うん、うちの常務です。あー、ありがとうございますか、うん、あ、で、まずちょっと忘れ、そうだね、そもそもご挨拶差し上げてないので、うん、はい、あ、名刺、あの、しましたよ、うん、名刺渡しといて、向こうの方で、あの、今食事してた、あ、ほんと、はい、名刺交換を、あ、すいません、すいません、はい、片手すいません、はい、今、ギャラリーの、はい、3ボイほど上がったとこ、フロアあるじゃないですか、はい、ロビーから、はい、で、タバコが吸える席の一番手前に陣取ってるんですよ。あ、そういうことですか。あの、ヒルトン町、要するに僕はテスラ2台とオープンとね、はい、で、フェニックセグの4台を並べて、ショーがやったかったことで、うん、なんだけど、テスラさんは直販のみだとおっしゃったから、そうですね、はい、名古屋でやりてもやらないよって言われたんで、でも名古屋作るでしょ、間違いなくビッグマーケット、まあ、計画はしてます、はい、ビッグマーケット、もちろんです、レクサスに勝たないか、はい、レクサスやね、ヘナチョコノっていただかなきゃってさ、トヨタから文句言われるかもしれないけど、オンエアだとしてるけど、プリウス、もうそんなん比べたら、それすごいなと思ったのね、やる、さすがケニックスだね、レゲーラだしょ、レゲーラ、はい、レゲーラ、はい、エンジンとハイブリッドの、あー、すいません、すいません、すいません、はい、サモトの末広と申します、はい、末広、はい、末広道と申します、みちるさんって言うんだ、はい、あと、りょうと
皆さん、龍って言われるんですよ、龍ですね。あ、龍様でございますね。わかりますか、パブリックアームズ、もう、イットカのコーポレーション。イットカのコーポレーション。ああ、ごめんなさい。はい、ね、ありがとうございます。にあの、パワードバイイットカのコーポレーションになります。あ、そうでございます。イットカのコーポレーション合同会社で調べると、はい。あの、ホームページ。ここにホームページあるんですよ。ドラゴンイットカ。はい。ジムドコム。で、ケニングセグ社に、あの、許可をもらって、はい、ホームページにケニングセグのアゲラが写真撮ってるんですよ。はい。そこをクリックすると、ケニングセグの飛び降りになるんですよ。だからもし、テスラさんが OK であるなら、この写真を、私どものホームページに載せるのでワンクリックでテスラのホームページに飛ぶようにリンクをそれはちょっとあの確認させてください、まあね、はい営業の方として、はいうん、お電話ください加藤様ということで、ま、はい、私は加藤一徳はい一徳様です、ね、そう一徳さんのコーポレーションはいで一応窓口は彼私ですあさようでございます、息子なんですけどねはいなってますかしこまりましたはいよろしくお願いします、はい、これがテスラですかそうこれがあの去年夏にの乗りに修行しようミッドシップですか？ですね、モーターが後ろについてます、はい、RR になりますね RR か、はい、リアリアドライブ後ろ見れるんですか、はい、実際にどうぞご覧くださいこれってどういう口入院って出てくるのそうです、乗り降りするだけで出てきますあのリモコンキーでーそうです、もう近づけば出てくる設定にもできますこれダンパーいいの使ってるねなんか結構大きいここも荷物スペースちょっと今、ちょっと今日来たばっかなんですいませんどこにエンジンあるのって世界モーターはここにございますモーター、インバーターとこの中に入っております、はい、全部、はい、どういった慶応義塾がやってる6輪車は、はい、タイヤにモーターインホイールですねインホイールでしょ、はい、インホイールじゃないんだねそうですあれはもう重心が、うん、あの、ね、あんまバランス悪くなっちゃうので、ねうん、あえてだから6輪にしたら、はい、だから6輪にしたじゃあ坂道は強いそうですねあのただもうパワーがもう努力が踏んだ瞬間最低努力出ますのでどんだけ出るんですかパワーはすごいかこれは60キロですえ60ニュートンメーターキロですねごめんなさいニュートンメーター60はいそのいろんな数字通常のトルクで60だっていうと、はい、あのランボルギーニ級だよねそうです ね、はい、で400これは416馬力のものになります、ね、となるとケニクセルは1300馬力とかだからちょっとあれはもうちょっとあれですけど、あのモンスターマシンだから比べられないけど、うん、ただ0から100キロとか0から400メートルは多分テスラの方が速いと思う、はい、あのそのくらいだったら速いと思います、はいね、どんな車も速いと思いますガソリン車だったら絶対速いよね、はい、一番最速モデルは 3.4 秒100キロまではうんいいねこれこのダンパーが気に入ったこんだけのリアゲートだとね、ダンパーが下手るからね、はい、実際僕ボルボの S80T6 が常用なんですよ、はい、今日はボルボの2000ツーリングボルじゃない BM の2000ツーリングですけど、はい、S80、はい、ボンネットはでっかいんで下手るんですよダンパーがねこれだったら結構長く乗り潰すまでダンパー下手らないかなっていう気がする、はい、ありがとうございます作り込みがね上手、はい、トヨタのエンジニアだから言うんだけど作り込みがうまいだから自社の中で改善やってるでしょ改善改善改善まあそうですねはいね改善人に任すぐやったら全部自分でやっちゃう会社なのでですよね、はい、だから自社で名古屋もやりたいっていうもう世界中そうですねだからテスラのオーナーさんがそういう考えを持ってるでしょはい要するにケーニングセグと似たようなもんですよケーニングセグがなかなか日本に出さないのは、はい、満を持して出そうと思ってるから出さない満を持してはいでも残念なことに中国の上海から北京を稼いだけどアジアの代理店で出てるんですよ、ケニングセグ、はい、買えるんですよ、輸入インポートなんで、中国市場に出てるから、中途半端にそういうのが出ちゃってるんですね、そう、だから、なんで日本狙わないのって、僕はずっと前からラブコールしてるのに、はい、なんであの聞いてくんないのって、先に金払えっていうことなのって、払うよっていうのをメールでやり取りしてる、ケニングセグの社長ともやり取りしてる、はい、セールスマンエンジニアとも、だからテスラさんは、昨年本当はね乗る予定だったんですよ。はい。で、予定が変更になっちゃったりして乗れなかったんだけど。はい。30分かなんか試乗会できるんだよね。じゃあ今回はちょっとゆったりとかなり乗っていただけるような感じで考えてますので。でも予約は入ってるんですよ。今日だけ。もう今後も5月末までありますのでまだ全然そうでしょう空いてますので。エンジニアポロとサルが言ってたけど6月7日までいるっていうか言ってたから。5月末までですか。我々いるのエンジニアは6月、ヒルトンに6月7日まで滞在してるよって、はい、じゃあいっぱいあるねとか言ったんだけどいやでも、ちょっと会社の拝見したんで伺いますよ、車そうそう、はい、うん、来てください、はい、来てくださいもう近いうちにすぐ、ちょっといろんなご挨拶回りしようと思って、
ボルボですね。はい。ヒルトンの方にあのお客様待たせ。